どうも、ニズログです。今日は3月6日です。多分2022年度の初動画投稿と思います。で、今日の内容なんですけど、来月着工するよと。動画もブログも更新が止まっちゃってたんだけれども、ちゃんとやるよっていう意味合いの動画投稿ですね。来月、何をやるかっていうのをちょっとざっと、清唱してみたんだけれども、超多い。めちゃくちゃ多いんで、それをざっと読み上げるだけのブログじゃねえや、ごめんね、動画になります。はい。で、あとはね、こちら、最重要からやっていきますね。当たり前だよな。で、最重要、水道管直すから入ります。これさえできればね、去年オープンはしてた。人が来ようが、来まいが。だから、ここから始めたい。だから、入居者の募集も、ちょっと、もう一回始めようかなって感じです。で、水道管直ったら、次に、ボイラー試運転ですね。で、これ、ボイラーがちょっと怪しい。で、なんでボイラー怪しいかっつったら、あの時は電気をまだ契約してなかったから、ボイラーの、けん、あのセンサーが働かなかったのかもしれないんだけど、ボイラーの型番と取扱説明書ダウンロード、印刷、そしてこの型番調べて、同調水圧っていうのがあるんよ。灯油ボイラーだけど。で、これっていうのは、同調水圧、同調させる。要は、タンクですね。一定の量をタンクに水入れて、で、それを沸かして、お湯で出すっていうタイプになります。だから多分出しすぎたら多分水がバーって出るのかもしれない。なので、どうしようかなという感じです。これでちょっとシャワーを使い続けることができないというのであれば、ちょっと考えなきゃいけないかもしれません。だってね、一人目はいいけど、二人目の途中になったら、いきなり水になったら、おーってなるじゃん。で、こういうのっていうのは海外のね、特に俺もオーストラリアでワーホリしてたけど、海外の、シャワーとかバックパッカーズホテルによくありがちなボイラーだよね。懐かしいんだけど。これはちょっと不快なので、どうにかします。はい。ならなかったらならないで、多分ならないと思います。こればっかりは、ボイラーのを、今度は電気通して、水を、蛇口を、じゃないや、水道管の破裂を直した上で、ちょっとこれをボイラーの試運転してみないとわかんないです。どういう動作だったり、挙動なのか。で、あとはちょっと、灯油が22リットルのちっちゃいやつなんで、これも、でっかいやつに変えますね。じゃないと、やってらんないですね。灯油を、補充するのがめんどくさくて、こっちもやってらんないんで。はい。次に、農家民宿は民泊の取得だけれども、ちょっとこれは今年見送りかなって感じです。なんでかっていうと、秋田なんだけど、秋田もね、コロナの感染者が、知んないけど、遅れて増えてきたんだよね。なんでかわからんけど。だからこれを民泊とかにして、するよりかはあれにする。定期借家にして、そんなに人の出入りがない方が、俺もいいのかなとは思います。で、あと一つメリットとして、秋田の僕、この外籠もりがプレイスがあるところって、人口がないんですよ。だから、コロナの予防接種はすぐできます。はい。なので、そんな感じで、使ってやってもいいんじゃないかな、なんていう、宣伝です。もう、どこでもできるからね。予約待ちとかないから。はい。で、あと、水道が直ったら、これ重要ですね。床下に水が入ってきちゃうんで、元水田の水を引く側溝があるんだけど、そこがね、夕立とかで水いっぱいになっちゃうと、入ってきちゃうんよ。雑草が開けた穴がね、床下まで届いちゃってるんですよね。根が張ってて、それ抜いたんだけど、
シリコン入れてもダメっていう形ですね。まあシリコン最初は良かったけど、徐々になんか痩せてきてる臭いんだよね、シリコンが。だからまあ、それ取ってそこを生コン流し込んで、生コンでタプタプにして固めます。で、そこをちょっとセメントで上から、もう一回施工して、まあ水が入ってこないようにしようかなっていう感じでいます。はい。で、あとは、水が入ってこないようになったら、まあ、送風機で、床下の土をちょっと乾かしますね。まあ、この送風機はずっと置いとこうかなって感じです。シロアリ対策も兼ねてですね。で、あとはサーキュレーター置いときます。で、次にトイレ増設ですね。これダメならやめようと思います。でもやっぱり、最大で3人プラスで5人ですね。定期借家の場合5人もしくは6人かな。それを想定してるんで、まあトイレ一つじゃきついなということなので、特に朝のラッシュ時とかね、まあ、それがあるんで、まあ2箇所は欲しいかなっていう感じでやってみようかなと思います。まあ配管できなかったらやめますね。で、配管ができるようであれば、まあ、新たにトイレ用の基礎を作って、増設っすね。で、次に脱衣所から洗面所、洗濯機の排水管を移します。まあ、さすがに脱衣所が狭いんですよね、邪魔くさいし。だから朝シャンする人とかがいたら、ちょっと朝の洗面所とか、使い勝手悪いかな、特に洗濯機とかね。だからそんなんで、それだけ移そうかなって思いますね。で、あとはその洗濯機と洗面台を移すスペースっていうのは、ちょっと一部屋の3分の1、1畳分ぐらいかな。6畳間の1、6畳間をちょっと削るんで、ね、それもちょっと作り変える準備をしておきます。で、次、客室をすべて仕上げる、まあ、当たり前だけどね。まあ、天井断熱、床上断熱。床上ってしたんですけど、ちょっと床下をからやった方がいいかなって感じですね。で、あとは壁断熱は不可視壁でいきます。これ発泡スチロールでやりますね。金ないんで。で、あとは真柱を探すセンサー買う。あとは白い漆喰、ダークブラウンの内装と塗料。台所のみ床を剥がします。で、そんで、あとは冷凍庫。冷蔵庫用の、冷蔵庫用の床つかを入れますね。あとはアイランドキッチンにします。まあ、これちょっと目玉にしようかなと思ってるんで、ちょっと気合い入れていきます。あと床つかを、まあ、多めに入れようかなって感じですね。あと、いろりがあるんですよ。いろりのような、あと、変な穴があるんで、まあ、ちょっとこれ、頑張って。まあ、せっかくセメント買うから、セメントで施工して、まあ、やってみっかって感じですね。まあ、もちろんその、多分90センチかけ90センチでもうちょい、火の面積、火を使う面積がもうちょいちっちゃくなると思うんで、まあ、そんな小ぶりなものをやってみようかなって感じです。これ、鬱陶しかったらもう潰しちゃって、なんだっけ、いろり机だっけ、なんか机のを四角く真ん中くり抜いて、そこにいろりをカポってはめ込む感じ。焼肉屋のガスバーナーがあるところが、まあ、いろりかな、灰とか砂になってて、そこに炭を置ける感じです。まあ、そんなもんで代用しようかなって感じです。まあ、せっかく秋田だし、みんなで木たんぽでもつつけたら、これまた面白いんじゃんっていう感じですね。あとは伝統のソケットですね。一部屋だけ、ちょっとソケットが怪しくて、まあ、VVF ケーブルの、はい、中の導線が剥き出して結構長いんですよ。それ、一回切って、なんだろうな、ブレーカー最初、スイッチバチって入れたら、なんか、時たま落ちちゃうんですよ。それ、漏電ブレーカーが落ちてるから、これ、どっか絶対漏電だよね。今、雨降ってもいないし、って。水道だって。
契約してないから、でもしかしたら雨漏りかっていう感じだ、雨漏りっていうので見たけども、それもないんで、多分ニュートラル端子とプラスの端子が接触しちゃうぐらい長くって、ぐさぐさっていうのかな、多分あれ電気工事士がやったような感じじゃないです。なのでまあそういうところさすがに怖かったからバチってそこはぶち抜いて使ってないんだけども、まあ使わないようにしてるんだけども、まあ、そこはちょっと使わなくちゃいけないんで、まあ、これは電気工事士に工事を依頼するかもしれないので、でも予算が許さなかったらちょっとここは未使用でちょっとどうにかします。であとは断熱材としては発泡スチロールと合板使います。これなんかリフォームの匠かな、大分になんかお笑い芸人が移住した時に、なんかそれでなんか330万のリフォーム費用とか言ってたんだけどさ、330万だったら家買うけどなと俺は思う。しかもリフォームしたのは自分の持ち家じゃなくて借り家だからね。それどうなのっていうのはツッコミが入ったけど、まあいいか。そこのリフォームの匠でちょっといいアイデア拾ったんで、それでちょっと断熱材と床下断熱してみたいと思います。であと問題は二重窓ですね。全部の部屋は二重窓にして、窓は中からポリカだっけ、そんな感じ。あと塩ビ板かな、割れにくい素材のものを使おうと思います。であと八畳間、一番広いところはドミトリーにしようかなって感じですね。定期借家で始めるなら。で、点検口を天井に作ります。まあ、落ちてる天井は、っていうか、石膏ボードの天井が割れてるんで、そこを、ちょっとぶち抜いて、まあ、そういう点検口にしようと思います。そこからも、天井を入りたいんで。で、あとはこれ、二段ベッドで、防音と断熱をベッドの壁ですね。で、あとは内装の木部。木のところはダークブラウンで、全部、白とダークブラウンの基調とした部屋にしたいですね。あとは畳の上にはちょっとマットかなって感じです。あと書斎、元書斎ですね。これも 4.5 畳くらいのコンパクトな部屋で、これ気に入ってて、でまあこれも壁プラス断熱かなって感じです。あとロフトベッド作るか、あとは窓を二重にするか、窓にブラインドで窓を強化することですね。でまあここはなんか共有スペースにしちゃおうかな。談話室みたいな感じで、部屋としてじゃなくて、スペースとして使ってもいいかなって感じです。まあ、ちょっとこれはね、外ごもりプレイスを2箇所目出した時に考えます。2箇所目出した時にね。で、外回り、駐車場でちょっとブロックをもうちょいぶっ壊しますね。で、あとはブロック、残ったやつはアイボリー、残ったペンキで、塗っちゃいます。で、あとは中庭にウッドデッキ、切り株粉砕、公道側の駐車場をまあフラットにする、チャリ置き場、外ごもチャリ部っていうのも作ろうと思うんで、まあそれのチャリ置き場も作りなきゃなって感じです。あとは中庭のウッドデッキ、畳、まあ灰畳敷いてるんですけど、それも撤去ですね。はい。あと庭石破壊、ドラムコード、あとドリル買わなくちゃですね。金工用の。はい、ブロックは解体して、まあ、これをトイレの基礎に使いますね。であと中庭ウッドデッキ、これ3回目だね。あとは砂利を敷く、土を取る、高い地面低くする、あとは納屋がちょっとすごいことになってるので、納屋に地面のかさ上げとして持っていきます。で、カーポート作りの玄関のとこ、ちょっと寒いんで、玄関とか裏口の勝手口の立て付けが悪いんで、これ二重扉にしますね。あとハンマドリルの天間かな、ランマーか、金庫ドリルとかをまあ買わなくちゃいけないですね。で、その他は、ジモティツアーで、必要なものを揃えたら、満を持してオープンみたいな感じですね。はい。で、外ごもりプレイスのやることこんな感じです。これ2ヶ月でできるかなって感じです。はい、そんな感じです。2022年の初投稿動画でした。ではでは、あともうちょいでこのバイトが終わります。